ごめんね、本田君、わざわざ呼んでもらってさ。全然大丈夫ですよ。先輩にはいつもお世話になってんでね、ごちそうしなかったんです。おどうすか、特製スケーキ、これ絶対美味しいですよ。だって俺これ人生で一番うまくできましたもん。絶対美味しいです、これ。先輩、どうしたんですか。先輩、どうしたんですか、ちょっと先輩。あどうしたんですか、そんな妖怪人形ベムみたいになって。白滝が入ってねえじゃねえか。白滝？いいかお前、すき焼きに白滝が入っていない、これがどれだけのことかお前は分かっているのか。いや、全然分かんないです。俺が満腹感を得られん。大惨事のレベルが低い。いや、いいか、その他にもある。俺が白滝を求める理由、うわ、聞きたくねえ。我が村元家では先祖代々すき焼きを食べる際には白滝を入れる、これが暗黙のルール。入れなかった場合は死ぬ。いや、罰が重い。白滝一つでいちいち罰が重い。俺の人生はまさに鉄塔は白滝。デッドオブアライブみたいに言ってるけど全然意味わかんないっすよ。小さい頃よく親父にすき焼き返しをされたもんだよ。なんすかそれ、あのちゃぶ台返し的なやつですか。違う、具の上にすき焼き鍋がある。具の上にすき焼き鍋。いや全然意味わかんないっすよ。どういう状況っすか。ああ、早くしろ、とにかく早く入れるんだ、頼まないと。いや先輩待ってください、包丁危ないっす。どこから持ってきたんですかそれ。ああ、お前の冷蔵庫の中に入っていたこの仕上げがぐさぐさするな。いや先輩それこんにゃく、しかも丸こんにゃく。白滝と全然あーなんでそんな悲しい顔してるんですか。包丁刺さりますよ。あー先輩大丈夫ですか、救急車呼びましょうか。白滝だ、白滝だ、白滝だ、白滝で治るんですか。それも先祖代々やってんすか。それは俺オリジナル。いやそれも毎回。どうもありがとうございました。